大手,情報大手就職情報サイトのリクナビを運営するリクルートキャリアは学生の同意が不十分なまま内定自体の可能性を示すデータを企業に提供していたとしてサービスを一時停止したと発表しました企業向けサービスのリクナビ DMP フォローはリクナビに登録した学生のサイトの閲覧頻度などから 内定自体の可能性を人工知能で判定しその結果を去年3月以降合わせて38社に提供していましたリクルートキャリアはデータは採用の合否の判定に使用しないという企業だけに提供していたとしていてよりわかりやすい説明方法を検討し終えるまでサービスは一時停止にすると発表しました政府の個人情報保護委員会からはプライバシー保護の表現が伝わりにくいと指摘されていました